皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いて、魔理沙、この間、貸切車両に乗ったの。貸切車両？何かのイベント運行か？いいえ、違うわ。定期運行なんだけど、車両に私しか乗っていなかったの。ああ、俗に言う空気輸送だな。空気輸送？乗客が極端に少なく、車内の空気を輸送している方が多い。という状態を表した俗語だぜ。今回は、そんな空気輸送の電車について紹介していこう。なんだか面白そう。あくまでも、そういう状態の場合があるというだけで、空気輸送であることが確定しているわけではないからな。そのことを念頭に置いて、動画を見てもらえると嬉しいぜ。乗客の増減は、不確定だもんね。そういうこと。気になる車両があったら、コメント欄で教えてほしいわ。それでは早速、行ってみよう。最初に紹介するのは、JR の成田エクスプレスだ。大船駅、横浜駅、新宿駅などの東京近郊から成田空港を結ぶ、空港アクセス列車だぜ。その電車なら知ってるわ。英語表記の成田エクスプレスから NEX とも呼ばれている電車でしょ？その通り、成田エクスプレスは、大船横浜方面、新宿渋谷方面の2系統が運行されており、そのいずれもが東京駅を経由して成田空港を目指す。横浜方面の列車の大半は、東京駅で新宿方面の列車と連結や切り離しを行うため、東京駅のホームでは、作業を見物する鉄道ファンも多く見られるぜ。そうなのね、運行本数はどうなっているの？運行の頻度が高いのは、新宿から成田空港間で約30分間隔だ。大船から東京間でも1時間に1本の間隔で運行している。ふむふむ。実は今年の3月16日までは、八王子発着の便もあったんだぜ。そうなの。だが、八王子発が早朝の5時台と6時台に1本ずつ、空港発が19時台と20時台に1本ずつと、利用しづらい時間帯の運行だったため、乗車率が悪かったんだろうな。空気輸送となる場合も多く、今年のダイヤ改正で廃止されることが決まったんだ。そうだったのね。でも、他の系統は運行頻度も高いし、利便性はそんなに悪くないわよね。それでもまだ、空気輸送になる要素があるの？利用者が0人、ということは少ないかもしれないが、乗車率が極端に低い便が、運行することはあるだろうな。その理由の一つが、同様他社の存在だ。同様他社？成田エクスプレスと競合している列車と言われて真っ先に上がるのは、京成電鉄のスカイライナーだぜ。スカイライナーは、在来線最速の時速160キロ走行が可能で、日暮里から空港第2ビル間を、最速の36分で結んでいる。東京駅から出発したとしても、約54分ほどで成田空港に到着するんだ。ふむふむ。一方の成田エクスプレスは、東京から成田空港間を約60分かけて運行する。スピードの面では、スカイライナーに若干の軍配が上がる感じだな。また、乗車にかかる料金が高いのも、成田エクスプレスが空気輸送になりやすい要因だぜ。そんなに高いの？通常、日暮里から空港までのスカイライナー特急券が1230円であるのに対し、成田エクスプレスは、東京から空港間で1730円もかかってしまうんだ。同じ特急なのに500円もの差が出るのね。どちらの特急も乗車駅がいろいろあるので、一概には比べられないかもしれないが、それでも成田エクスプレスの特急料金は、割高な印象があるのは否めないぜ。速さでも料金でもかなわないんじゃ、そりゃ空気輸送にもなるわよ。そうだよな。だが、料金面に関しても、3月16日のダイヤ改正で一部改善されたんだぜ。成田空港駅や空港第2ビル駅を含まない利用区間を対象に、特急料金が値下げされたんだ。そうなのね。シーズンの繁忙によって、変動のあった値段も通年同額になる。空港目的以外の利用客を、増やそうという狙いがあるんだろうな。今までは通過の多かった千葉駅や、桜駅に停車する本数も増えたらしいぞ。これを機に、空気輸送が解消されるかもしれないのね。空いている成田エクスプレスに乗れるのも、今のうちかもしれないわ。そう思うと、早めに乗っておかないと、という気持ちになるから不思議だよな。視聴者の皆さんは、成田エクスプレスの改善策についてどう思う？感想があったら、コメント欄で教えてね。次に紹介するのは、名鉄のニュース会だ。先ほど紹介した成田エクスプレス同様、空港へのアクセスを目的に開発された特急だぜ。名鉄名古屋駅から中部国際空港を、最速の28分で結んでおり、30分に1本の間隔で運行されている。白と青のカラーリングが、爽やかな車両ね。スタイリッシュでかっこいいだろう。運用を開始した2005年度には、グッドデザイン賞にも輝いているんだ。そうなのね。ニュース会は、名鉄で唯一の全車特別車仕様の列車なんだが、驚くべきはその料金だ。なんとニュース会の特別車両券は、たったの360円なんだぜ。え、そんなに安いの？乗車区間に関わらず、一律この値段なんだ。これくらいの金額なら、気軽に特別車を利用できそう。それなのに、ニュース会も空気輸送になることがあるのね。そうなんだ。
特に空気輸送の状態がよく見られるのは、平日の夕方以降に空港へと向かう便だな。名鉄名古屋駅のホームが、帰宅ラッシュでごった返していても、入線したニュース会に乗車する人は、ほとんど見当たらないぜ。ラッシュの時間帯こそ、座って帰宅したいでしょうに。どうして、そんなに乗車率が悪いの？それはな、空港アクセスに特化しすぎているからなんだ。どういうこと？ニュース会は、名鉄名古屋駅を出ると金山、神宮前の順に停車するが、神宮前を出発すると、あとはノンストップで中部国際空港へと向かうんだ。比較的利用者が多く、他の特急が停車する太田川駅や常滑駅も通過してしまう。なるほど、通勤利用はしにくいってことね。それならいっそ、夕方以降の便をなくしてしまえばいいんじゃないの？そうすれば、空気輸送は解消されるでしょう？そう思うよな。だが、そういうわけにもいかないんだ。どうして？中部国際空港から名古屋方面へ向かう電車を利用する客が多いからだぜ。下り線と違って、上り線は同じ時間帯でもそこそこの混雑ぶりなんだ。下り線がいくら空気輸送でも、ニュース会を空港へ送るためには運行せざるを得ない。そういうことか。じゃあ、利用客の多い太田川や常滑に臨時停車するっていうのはどう？夕方の帰宅ラッシュの時間帯に限定して。それもまた難しいだろうな。万が一、その時間に空港へと向かう人がいて、最速28分の売り込みを期待していたら、ニュース会がニュース会である意味が崩れてしまうと思わないか？確かに、ニュース会独自のアピールポイントを潰してしまうことになるわね。そういった兼ね合いで、名鉄の空気輸送問題は、一筋縄じゃいかないんだ。だが、見方を変えれば、平日夕方の中部国際空港業なら、ガラガラのニュース会を思う存分堪能できるってことだぜ。利用客がいる時には観察できない部分も、ゆっくりと楽しむことができる。乗り鉄さんにとっては、おすすめの時間帯かもしれないわね。次に紹介するのは、なんとイーゴ系新幹線の空気輸送だぜ。イーゴ系って言ったら、ハヤブサとしての運用が有名な車両じゃない。そんな車両でも空気輸送が発生するの？新幹線なのに、って思うよな。だが、はやて100号として運用されるイーゴ系新幹線では、頻繁に空気輸送の状態が見られるんだ。ん？はやて100号？どこかで見たことがあるような？霊夢のその疑問には、後で答えるとして、まずは、はやて100号について説明するぜ。わかったわ、進めて。はやて100号は、新函館北斗駅から新青森駅を結ぶ最終便で、21時57分に発車する。そして、途中、木古内駅と奥津軽今別駅に停車し、22時59分に新青森駅に到着するんだ。最終便というだけあって、随分遅い時間の到着になるのね。そう、この時間こそが、はやて100号が空気輸送になる原因だぜ。北海道新幹線を主に利用する観光客は、この時間帯には滅多に移動しないし、新青森止まりなので、首都圏や青森南に向かいたい人も利用しない。この車両を使いそうなのは、青森に住んでいる人、かしら？そうだな。青森在住で北海道旅行に出かけた人なら、ギリギリまで北海道で遊んで、はやて100号に乗って帰宅というのも考えられる話ではある、だが、そんな人はそう頻繁にはいない、と。そういうこと。あまりに乗客が少ないので、このはやて100号では、貨客混載が実施されているぜ。貨客混載？旅客と貨物を同時に輸送することだな。JR 北海道と物流大手の佐川急便が2021年に始めた事業で、宅配荷物の輸送時間短縮を目的としている。佐川急便の荷物を新幹線で運んでいるんだ。実際に時間は短縮できているの？函館から青森へ荷物を輸送する際、従来はフェリーを使用していたんだが、新幹線に変わったことで、半日も早く配達に出られるようになったらしいぞ。半日、それはすごい。空気輸送を逆手に取ったいい取り組みね。どの道旅客では、満席になるほどの乗車は見込めないのだし、いっそ荷物で車両を満席にするのはどうかしら？それができたらいいんだろうけどな。車内が満席になるほどの荷物を、人力で運び込むとなると、とんでもない時間と労力がかかってしまうだろう？荷物は座席に固定する必要があるし、現実的にはなかなか厳しいと思うぜ。空気輸送解消のいい案だと思ったんだけど、残念だわ。そういえば、さっき私の疑問に後で答えると言っていたわよね。あれってどういう意味だったの？ああ、霊夢がはやて100号の名前を見たことがあると言っていた件だな。霊夢はおそらく首都圏のどこかの駅で、この名を目にしたんだと思うぜ。どうしてそう思うの？北海道と青森を結ぶ青函トンネルでは例年、5月から7月頃にかけて、夜間の補修工事が行われるんだ。その際、最終便であるはやて100号は運休になる。それで？こうした計画運休が実施される場合、首都圏では必ずそのお知らせが、告知されることになっているんだ。だから霊夢も、この運休のお知らせを目にしたんじゃないかと思ってな。はやて100号に乗ったことはなくても、その名前を見たことがあるって人は、首都圏には意外と多いかもしれないぜ。なるほど、そういうことだったのね。私のように、はやて100号の名前だけなら見たことがあるって人は、いいねかグッドボタンで教えてね。
最後に紹介するのは、兵庫から和田岬間を結ぶ、JR 山陽本線の支線、和田岬線だ。この路線は、全長 2.7km しかなく、途中駅も存在しないぜ。たったの 2.7km、そんな短い路線に乗客はいるの？和田岬駅の周辺には、三菱重工業や三菱電機の工場が広がっており、そこで働く人が利用しているんだ。運行は朝晩のみで、日中は電車が走らないという珍しいダイヤだが、平日は17往復、土曜日は12往復しており、1日平均4000人とそこそこの乗車率だぜ。ふむふむ、通勤需要に特化した路線なのね。そうなんだ。そして、その通勤需要に特化しているという現状こそが、空気輸送発生の要因になっている。そうなの？一般の企業で勤めている人は、大抵朝出勤して、夜になると退勤するだろう？そうね。となると、出勤や退勤に利用される便の逆方向の車両はどうなる？あ、そっか。利用者がほとんどいなくて空気輸送になっちゃうんだ。そういうこと。運行される列車によっては、回送同然となるものも少なくないぜ。また、休日の運行も空気輸送になっていることが多いな。朝夕各1往復の計2往復が運行されているが、乗車しているのは鉄道ファンのみ、なんてことも珍しくないんだ。そもそもが特殊な路線だものね。2.7km の空気輸送を楽しむ旅、ちょっと興味あるかも。もし行く機会があったら、どんな路線だったか私にも教えてくれよな。さて、今回の動画はこれで以上だぜ。どうだった？霊夢。最初に空気輸送の説明を聞いたときは、廃線寸前のローカル線ばかりかと思ったけど、いろんなところで空気輸送が発生していることを知って驚いたわ。最近は車やバスなど、鉄道以外の移動手段も増えているからな。今回は取り上げなかったが、先ほど霊夢が言ったように、過疎地域の空気輸送は、損廃問題になるほど深刻なところも多いぜ。料金を値下げしたり、物流会社と事業を展開したり、どの路線も生き残りをかけて頑張っているのね。私たちにできることは少ないが、可能な限り乗車して応援していきたいな。このチャンネルでは、鉄道に関する情報や豆知識をまとめているわ。少しでも面白いと思ってもらえたら、チャンネル登録をよろしくな。いいねやグッドボタンも、押してもらえたら励みになるわね。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。